こんにちは、つちのこです。さあ今日もアンダーテールの方やっていきましょう。あ、アンダインが増えてる。もしかしてこれ友達が増えていく感じ？友達になった人がここへ、おい、パピルスに乗ってんじゃねえかよ。やっていきましょう。確か、亀のおじいさんのとこで無敵のやつ買ったらいいって言うけど、あ、これか。下に落ちてると思ったら。239だから買えるか。ただあれだよね。無敵時間延長。アーマーだけちょっととりあえず買っとくか。ちょっと、アイテムがさ、今、全然、余裕がない状態で、どれ使っちゃいけないのかわかんないんだよな、イベントで。ほら。どれ使って、どれ残していいかわかんないんだよ。だからちょっと先進めよう。パピルスとアンダイ。そのエリアは慣れてしまえば、ランタンの明かりをつけなくても迷わず進めるぞ。なるほど。確かに。お前に初めて話しかけた場所だな。どうだ？めちゃくちゃ声かって出る。あの長ゼリフは鏡の前でいつも練習してるんだぞ、かわいい。そうなの？あ、いや、してないぞ。そうなの？一緒に練習してあげようと思ったのに。やめてー。いや、おもろいな。電話かけまくるのいいね。ここは？ここ綺麗な場所だよね。アンダイン。一面に咲いた花々が、皆の夢と希望を語る。なあ、力がみがぎってきた。そこは年配のパズルマニアがよく来る場所だ。自分たちのルーツを大事にしないといけないぞ。そうだ、お前が大事にすれば私はせずに済む。え、伝統を大切にしたくないの？でかい箱を動かす仕事なら1ヶ月ほどやったことがある。パズルを愛する心は社会人生活で失った。それって俺様からすれば夢の生活だよ。ごくごく普通のサラリーマン。杭がぎっしり詰まった電車に揺られ、毎朝通勤したい。こいつ何か勘違いしてやがるな。これどうやったらいいんだろう。あ、もういいって怒っちゃった。どうにかしてリセットできないのか。出たー、そのエリアの詩最高だっただろう。いつもの退屈な長ゼリフはカットして完全にアドリブで決めたからな。お前を槍でぶっ殺しかけたところとか、その後さらに槍でぶっ殺しかけたところとか。はあ、写真撮っとけばよかった。そしたら記念に日記帳に貼っておけたのに。俺様も自分のバトルの写真日記帳に貼りたい。じゃあボスバトルのフォトサービスの会社を作ろう。バトル後、7回以内にサンプルをお届け。バトルの思い出をいつまでもお手元に。私がお前を追いかけた場所だな。だがお前の携帯が鳴ったから少し待たされた。あ、それ俺様がかけたんだよ。はぁ、何の用で？今度3人で遊ぼうねって。私がこいつを殺そうとしてた時にか。誰でも最初からいきなり親友にはなれないよ。まさかパピルスの兄貴が仕事中に居眠りするとはな。あいつがお前を食い止めてくれると思ってたのに。兄ちゃん、最近不健康な生活ですぐ疲れちゃうんだ。このところ毎晩7時間以上昼寝してるし、このままじゃ昼寝のしすぎで早死にしちゃうよ。確かにお前の兄貴はもっと、ん？それって普通に寝てるだけじゃないか。ここで寝てたよね、そういえば。あ、なんか変なのいるぞ。あんなのいたっけ。なんか変なのいます。そのウォータークーラーのおかげで命拾いしたよ。厳密にはアルフィーのおかげだけどな。私だけのためにわざわざ設置してくれたんだ。アルフィーのラボへ行くとき、そこで給水できるように。ま、いつもは重さが50キロもあるアーマーなんか着てないけどな。これ誰？聞いてよ。やっべえのが来た。聞きたくねえ。俺喉が渇いちゃったわけで、はるばずウォーターフェルから水飲みに来たってわけ。あ、そうなの。どうぞ。あんたなんで水を持って歩いてるわけ？カッコつけてるつもりなわけ？悪いけど全然ダサいわけ。あ、くそ。あげようとしたんじゃねえか、くそ。あ、すげえ、ほんとだ。教えてくれてんだ。D って、普通に。出た。D。やばの中にハエは何匹？何？ A。すげえ。これは？どうだ？D、メタと。覚えていてくれて光栄だよ。前間違えたもんね、僕ね。
あなたはお化けにチューしますか？どうする？ねえ。いや、ちょっと待って。時間が減るんじゃなくて増えてるんだけど。待っちゃおーっと。いや、3桁いくんかー。3桁いくのはきついなー。逃げたいです。くそー。負けたぜ。思いを寄せている相手は、アズゴアか？ね、秒数下がんないんだけど、また。アズゴアじゃねえか？あー、すげえ照れた。バトル機能をつけたのはなぜか。もちろん、アズゴアドリーマー様を喜ばせるためだ。アルフィが彼をドリーマー様と呼ぶとき、そこには憧れの感情が込められているのさ。あの力強い腕、艶を帯びたヒゲ、武器を作る仕事に携わる者は、自然とたくましい男に惹かれるものさ。これはもう仕方のないことだね。まったく、アルフィが答えを教えちゃうんじゃ、やらせになっちゃうじゃない。はいはい、カメラ止めて。よし。アルフィのラボにいるのか？アルフィはいるか？元気そうか？よろしく伝えといてくれ。それとなんか困ったことがあったら私に言うように。あー、やっぱいい。なんだ、毎日とベルトコンベアに乗ったことがある。あっという間に気分が悪くなった。ゲロってなった？ああ、9000回ぐらいな。最高だったぞ。ゲロが最高なんかい。通気口？あ、アルフィから聞いたことがある。その穴から蒸気を逃がしてコアの熱を冷ましてるんだ。ついでに移動手段にも使えて便利。まあスカートを履いてなければの話だけどな。アンダインスカート履くのかな。スカートって感じしないよね。ほい。ヒロ、焦げたフライパン。オレンジと青のレーザーか。それぞれの色の意味を思い出して。青が来たらジャンプ、オレンジが来たら体がオレンジの香り。俺様の記憶によればな。貴様、メトトンに会ったんって本当？そうなのか？奴には気をつけろ。あいつはどうも嫌な感じだ。え、でもすごい人気者だよ。人気者だからという理由で人を好きになったりはしない。アンダインは自分が人気者だからそんなこと言えるんだよ。ふん、私が誰に人気なんだ。俺様に。パピルズ、ありがとな。お前も私に人気だぞ。アンダイン、あれ？ってことは俺様のこと好きにならないってこと？もう訳が分かんないわ。本当だ。あ、お金減ってない。ノリが悪いな。でもホットドッグはちゃんと頭に乗ったぜ。あ、金減ってねえ、優しい。ほら、乗せまくるぜ。何段重ねまでいけるんだ、サンズ。どうやって投げてんだろうね、これ。めちゃめちゃ乗せてやるぜ。もう無理と言うまで俺は A ボタンをやめない。どこまで見えるんだろう。なあ、考えてもみろよ。オイラもホットドッグを頭に乗っけるの好きだけどさ、30個はさすがにやりすぎだぜ。29個まではいい。でも30個となると話は別だ。オイラの腕じゃそんな高いところに届くわけない。いや、5個ぐらいでもう十分届いてなかったぞ。乗った。あ、やっちまった。やっべえ、後ろ見れねえ。サンズの方、こんがり焼きたて、ホットドッグ大好き。ああ、ちょっと電話しよう。ごめん、パピルスやっちまったよ。嘘、兄ちゃんがちゃんと持ち場にいるの？え、サンズが掛け持ちしてる仕事は3つじゃなかったか？うん、最低でも4つはあるはず。一体誰がサンズなんかを雇うんだ？4つまではバランス取れるのか？あ、いや、取れてねえ。ごめん、サンズ、ちょんまげみたいになった。ちょんまげみたいになった、これ。ちょんまげみたいになって、こっち行くと、あ、なくなるんだね。いや、面白かった。ちょっと回復アイテム買っとくか。そう、ドッグ、ホットドッグを略したんだ。ホットグ、おかわりか？了解。ホットドッグは品切れだ。え？代わりに、ホットキャットをやるぜ。
ちょっと待って。ホットドッグ？はてな。肉はウォーターソーセージで代用されている。ガマってことでしょ？もう知ってるぞ。ホットキャットは？ 21HP 回復。猫耳がついている。かわいい。パピルス、なんで腕にそんなもんくっつけてるんだ？パピルス？はて、誰のことかな？俺様はネットで有名なクールスケルトン9095だが。はあ、お前はどう見たってパピルスだろ。シッ、ダメだって。俺様の本名をバラさないで。うわ、なんだここ。お絵描きクラブ集合場所、次のクラスは10月10日です。え、10月10日ってまさかリアルの10月10日じゃねえだろうな。近いけど。あら、友達ナップスターブラック22承認リクエスト。とぼとぼとかぐんだがえてないんだけど。ホットランドにエプロンが落ちてても不思議じゃないだな。料理スキルはファイア属性だ。アイスキャンディー作るときは別だけど。アイスキャンディー作りって料理って言えるのか。この前一緒に作ったときそう言ってたじゃん。そうだった、すっかり忘れてた。あれはひどかったな。今パピルスと一緒に住んでんのかな。何？ベルトコンベアに乗ってパズルを解くだと？私が考えたベルトコンベアのパズル教えようか。ベルトのループの横にバスケットゴールを4つ置いて、ベルトが回るスピードをどんどん上げる。で、4つのゴールに連続でゲルを吐く。最低だ。タイミングよくゲルを吐くのがコツだぞ。僕ゲル吐きたくないです。このパズルどういう仕組みなのかな。おっと、どうやらアンラインが説明する番みたいだ。はあ、私はパズルなんて嫌いだ。お前が説明しろ。これを作ったのはアルフィーだったよね。じゃあアルフィーに電話して、セクシーな声で。ヘイヘイベー、パズルのヒントをここでウィンク教えてくれないかい？って言えばいいよ。ちょっと待て、それはダメだ。わかったよ、じゃあアルフィーの電話番号教えて。セクシーボイスは俺様がやるから。ダメ、それはもっとダメ。なんだ、ちょっとあれ、嫉妬してんのか。どうしてこの世界にはそこら中にテーブルがあるんだ。ネズミが置いたのかも。ネズミ？やつらテーブルなんか何に使うんだ。チーズを乗っけるため。じゃあそのチーズはどこから来るんだ。チーズの元はミルクだろ。兄ちゃん、話に入ってこないで。まさかサンズが来るなんて。そのエリアはロイヤルガードが警備している。今日の当番は確か RG01 と02だったはず。ウサギがドラゴンとペアを組みたがるなんて変わってるよな。男同士の友情っていいものだな。俺もう我慢できないからやりますね。俺お前とチームアタックやんのが大好きなんで。ウサギが求愛したのか。俺のナイスクリームを全部買い占めやがって。いいね。よし、さよなら。男同士の友情っていいものだな。できませんでした。なにこれ。今、ちょっと待って、今フラフィーいなかった。ちょっとニュース番組でメタトンをコテンパンにやっつけてやったな。アルフィーに助けてもらったんだろ。お前たちすっかり仲良しだな。かわいい。あ、私はかわいいものなんかに興味はないぞ。もうすぐコアに到着するね。なんだと？まだ友達になったばっかりなのにもうコアに着いちゃうなんて嫌だ。ひょっとしたらもっと抽象的な意味かも。エルって実はラブのことだったりして。でもラブって愛のことだろ。なら色は赤だろ。漫画に出てくる人間のハートみたいにさ。でもアンダインはハートを緑にしちゃうよ。私に会うと血の気が引くみたいな言い方するだよ。アンダインのことが大好きすぎてみんな気絶しちゃうんじゃない。なるほど、それなら悪い気はしないな。クモが寄付を集めるなんて変だと思う？でもあいつら足が8本あるんだよ。ってことは靴が4足必要なんだ。ピンクのブーツを4足履いたクモの姿、目を閉じてじっくり思い浮かべてみて。お金かかりそう。
え、部屋中排気口だらけなの？私が考えたパズルのアイデア教えようか。部屋中に蒸気が吹き出す排気口があって、排気口がベルトコンベアに乗って回ってて、はいストップ、ゲロが出ちゃうゲロが出ちゃうやつだろ。ドーナツ食べよ。音楽いいな。見てて、スパイダードーナツ食べるから。あら、それどこで手に入れたの？盗んだのかしら。ペットちゃん、泥棒さんにお仕置きしちゃって。ん？遺跡の雲たちから電報？遺跡であなたを見たですって？あなた私たちに寄付してくれたのね。私すっかり誤解してたみたい。てっきり雲が嫌いな人かと思って、魂を奪えって言った人たちはきっと別の横島のシャツの人間のことを言ってたのね。迷惑かけちゃってごめんなさいね。お詫びに、またいつでも歓迎するわ。次からはお金もいらない。ぐるぐる巻きにしてペットと遊ばせてあげる。うそうそ冗談、今逃がしてあげるね。やった、とっても楽しかった。食べただけだけど僕お腹いっぱいです。ネットでの俺様のフォロワーにもクモがいるかな。そもそもクモはインターネットなんて使うのか。やつらはいつもネット情報でブラブラ、ネット上でブラブラしてるぜ。兄ちゃん、たまには本当のことも言うんだなメタトンの舞台のポスター、いいな。俺様のパズルのポスターも欲しい。私もボスバトルのポスターが欲しいぞ。それこそまさにイベントだもんね。生バンドも呼ぼうよ。バーベキューもやろう。花火もね。その後もう一回バーベキューやろう。だったらボスバトルしないでバーベキューだけにしてれば。それがいい。あ、そこはカラーパズルの部屋だね。残念ながら貴様はクリアできなかった。聞く、次はちゃんと予習をしてくることだ。ってことはまた俺様が全部説明しなきゃいけないね。赤いタオルは通行禁止。あ、もうこれちゃんと言ってくれる。何？ R01 とツルツーがサボってるだと？あいつらお前をぶっ殺すよう命じておいたのに。別にお前をぶっ殺させたいわけじゃないけどな。でもぶっ殺さを出せるだけならいいだろう。わあ、ルームサービスビチャビチャ。あ、ビチャビチャってなんだっけビチャビチャ持ってねえな。シナモンキー、あ、シナモンキーはあったはず。シナモンキー持ってきたよ。ペラペラに潰してドアの下の隙間から差し入れた。うわぁ、サーブの仕方も完璧。チップあげる。99ゴールド手に入れた。おぉ、シナモンキー入れたらトンクス。トンクス。動物が動き回る気配がする。何か入れられそうだ。入れる。ホットキャットを置いた。うなり声が聞こえる。ホットキャットは嫌なのかな。あ、こっち行けるって言ってたな。あ、絵を習いたい方へ、2階のお絵描き教室へお越しください。似たような場所にあります。2階のお絵描き教室行ってみよう。おお、すごいな。高級ホテルになんて泊まったことないぞ。本当？俺様もない。それじゃあ今度一緒に旅行に行こう。うん、一緒にホテルに旅行に行こう。いいな。気をつけて、そのホテルは犬の問題を抱えているっていう。犬の問題って何？そうなのか？ペットの持ち込み禁止とか？ペットの話じゃないよ。じゃあ何が問題なんだ？犬が問題なんだよ。犬の何が問題なんだ？全部の犬が問題なんじゃない、一匹だけだよ。だからその犬の何が問題なんだ？何もかもだってば。どういうことだってばよ。コア行くの？コアは電気のエネルギーが流れる巨大なタワーだ。だから中に入ると電話が使えなくなる。そんな、俺様たちの助けなしで旅を続けろっていうの？それでもお前にはやるべきことがあるんだよな。いいか、声は聞こえなくても私たちはいつでもそばにいるからな。そうだ、俺様たちはずっと貴様につきまとってやるぞ。みんなお前を頼りにしてる。しっかり頼むぞ。
うわ最悪。待って犬の落とし物。犬の落とし物が増えたんだけど、使ったら何の気なしに。これなんだと思って。やべえ。あ、これで売れってことね。メタトン倒せるかなこれで。あ、スキップできる。ありがてえ。あ、こっからできるんだ。2周目は最初いらないんだ。おーし、久しぶり。めっちゃ長く書いてみようかな。あ、ちょっと待って、これめっちゃ書いたんだけど、500文字書いてやるわ。じゃあ、あ、やべ、数えきれないほど何度も言われたけど、それでも嬉しいな。ちょっと待って、最初の部分しか読み取ってね、僕めっちゃ長く書いたのに。使うしかないか。観客に大受けだ。やべえ、犬の落とし物しかなくなってた。見て、視聴率が、そう、やった、いけた。一発でいけましたわ。よし、じゃ、とりあえず、メタトン倒したんで、今回ここら辺で終わりにしときましょうか。ちょ、こっから先、アルフィーと友達にならないと多分ダメだと思うんで、アルフィーと友達になるべく、ちょっといろいろ、次回はね、やっていこうかなと思います。まあ、とりあえず多分もうこれは最後の一歩手前ぐらいまでのとこに来たと思うんで、これから先またね、P ルートに向けて頑張っていこうと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。